どっちでもいいよ。どっちでも大丈夫だけど、ここで考えたいね、うん、丸かペケか。そうです。頑張ります。2人で考えて答え出したい。今田さん来てくださった時、私負けたんだっけ勝ったんだっけ。勝ったんじゃなかったっけ。勝ったんだっけ、うん、もう自腹切りすぎて分かんないよね。今回長かったしね。そうそうそう、 1年あったから、ね、1年あったから、ね、そうだ、これ消しちゃダメなんだ。消したら台本ないよ、うん、あ、ペテン座長のところとか見ていいよ。ペテン座長なんで、ほらここのコーナーのここら辺とか。あ、大丈夫、コーナー説明なんか一言で終わるから。あ、え、また考えてきたからちゃんと。これすごいね。あ、もう配信されてるんですね。あ、どうも、こんにちは。あ、こっちだ、こっちだ。どうもよろずやです。どうもです。ゲストさんいらっしゃいます。ゲストさんいらっしゃいます。ふーふーふー、ポポ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 。あ、そう、似てるって言われてん。ポポポポに似てる。まさかの中の人。そうそうそう、中の人。まさかのポポポポン。ありがとうさぎです。ありがとうさぎです。そう、似てデコ目でついてますよね、いつもね。ブログ更新するとき。そうそう。ありがとうさきマークが。ありがとうさきマークがついてる。かわいい。ポポポポン言うてます。ポポポポン。負けないぞ。負けないぞ。頑張ろう。どうしよう。どうしよう。楽しい仲間が。ポポポポン。どうですか、このいつものカオスっぷりにプラスされております。おもろなこと。おもろなこと、おもろなこと、すべてが面白すぎて。キャラが濃すぎて、稽古は面白すぎて、何があってこうピックアップできない感じかな。みんなキャラが濃い。主役のことでも言っとくか。あ、主役の人のこと。主役が俺今回主役やから。某天然キャラを、天然キャラを、さっきの話にしとく。あ、ギャラクシー、天然してんのですか。天然してんのの話にしとく。天然してんの。やだな、自分入ってるとかやだな。天然してんの、チームオーガニック。そのさん、3人、女性3人の写真を撮ろうとしたら、そのさんが滑り込んできて、結局天然してんのになったっていうのが私的には衝撃でしたね。あ、それだったんだ。最初だからもうしてんのしてんのって言ってて、俺はいやいやちゃうよ、俺はちゃうよって言ってて、あ、そうだそうだ、そうそう、で女の子3人でわーかわいいってパシって撮ろうとしたら、ズーンってスライディングしてきて、結局この4人にってな。あー、はっ、俺はっ、ってなった。自分で入ってんじゃん、自分で入ってきちゃって、もうダメですねって。引き寄せられちゃったんだろうね。ダメだね、ダメだダメだね。すごいね。よし、じゃあオープニングいきますか。大丈夫、こっち大丈夫です。はい、大丈夫です。私一人ドキドキしてるわ。どうしましょう。ドキドキしてますよ。どうしましょう。大丈夫かしら。大丈夫。私ちゃんとこれ言えるかな。あうあう。じゃあまずボリューム確認してください。はい、はい、you are you are。 あ、大丈夫、耳大丈夫です。あ、耳大丈夫です。はい、私もこれから。私も大丈夫です。大丈夫です。はい、シュ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 。はい、それじゃあタイトルコールからです。はい、よろずやラジオ視点。よろずやラジオ視点。皆さんこんにちは、よろずやラジオ視点へようこそ。日本の秋は台風の秋。今回皆さんのミッションはコントロールベーステイテイの指揮のもと、私たちよろずやクルーとともに笑顔の力で嵐、すなわちストームを消滅させることです。皆さんの笑いの操縦士はよろずやが誇る名キャプテンシロ。きっと最大級の笑いを提供してくれることでしょう。それでは皆さんの健闘を祈ります。グッドラック。アルバさん、会社になって一発目はよろずやが飾りました。おめでとう。
そしてありがとう小林彩乃です。アルファさん法人化おめでとうございます。シロです。イエイエイ、はい、そうなんです、一発目なんですよね。一発目いや来たよこれ。うちらでよかったんですか。むしろ自信がない感じですけど、ね、やった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 、おめでとうございます。ありがとうございます、おめでとうございます。というわけで、はい、今回の最初の言葉はですね、はい、テーマ風お題は嵐。テーマパーク風テーマ風ってなんやねん。パーク風お題は嵐、はい、めちゃくちゃ難しかったですよ。どうですか今のは。ありなんですか。ありありですありです。ありですか。でもなんかちょっと私だけなんかハードル上げられたような気がしたんですけど、気のせいですか、ね、あの私が某テーマパークが好きすぎるだけなんですよ。でしかもその嵐に関する、はい、あのアトラクションが海の方にあるので、それをフューチャリングしてやってみました。ちょっと分かる人はあこの言葉使ったって思ってくれるかもしれない。いいですね、完璧でした、はい、やった私なりたかったんだよ。なればいいじゃないですか。いやあ休めないけどね。休めないそれ聞いて無理だなって思った。じゃあですね、はい、今回実はゲストさんが、そうですよ、嵐のごとく、はい、おろしってなんだ、嵐のごとく私ちゃんと言ったのに、はい、それではドーン、うわ劇団一撃必殺のありがとうさぎです。中野売りです、よろしくお願いします。中野さんかわいい、ポポポポポ、リアルって言われるらしい。そうあのなんでですか、私のどこがですか。あでも言われたら見えてくるところが不思議です。あの口唇とこう回ってる姿がありがとう。回ってる姿って何だろう。そうそうそう、ありがとうさきちゃんみたいらしいです。こんな感じでですね、はい、あの3人で仲良くあの狂いながらやっていこうと思っております。はい、はい、それでは本編いってみよう、はい、それではよろずやラジオ視点開幕ですよ。第一声の落ち着き感が大人の女性、大人の女性です。そうですよ、その声で別にニャンニャン言えばいいのに。ニャン、えなんでなんでニャンになるとしたら低くなっちゃう。えどれで、そのテーマパーク風でニャンニャン言えばいいの。はあ、みなさんこんにちは、ニャンって言えばいいの。そう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 、それが萌えじゃん。ニャンニャン萌え、もうだからダメなんだ。みんなやっと萌え、やっとちゃんと萌えを分かってくれましたよ。手前のお二人がちょっと年齢低めですね。あ、脳内年齢がね、存じております。存じております。私20歳でございますから。どうも、あ、どうも、あそこで、あそこで黙っちゃダメですよ。はい、あ、どうも、素敵だわ、どうも、面白いわって、ね、あ、私は準備 OK です。あ、はい、小林も準備 OK でございます。すでにオープニングが3分でした。あ、おー、すげー、すげー、すごい、ピッタピッタ。じゃあ次も7分で終わらせる。7分でね。はい、そうです。効果音誰が押す感じですか。あ、私ですね。わかりました。なんなあ、今回は鳴った、うん、とりあえず画面に表示しておきます。はい、ゴング、ゴング、それか、すごい。じゃあ私、あれじゃん、墓とかないとね。せや、あ、自分で3分、せやで3分、自分でやりながらこう測るっていう、このよし、時計、ね、おい、殴られてる、おい、おい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 、これ一回押したかったんだ。すごいな、私押すとこないからさ。はい、大丈夫でござる。楽しい、はい、楽しい。ペテンダッチョカバヤシ、いやあみんな久しぶりだね。紅のランティス、あ、いや元かな。え、何、どうなったの。私が変わった。ランティスどうした。まあ言ったな、分かる人には分かってしまうんだな。私は白き生還者ホワイティの力を授かり、ごめん、永久の賢者ランティスとして生まれ変わったのです。なーに、ちょっと人の心が読めるようになっただけさ。中二全開。このコーナーは、狂乱のトロイメライ小林が選んだ商品を私に売り込みするらしい。ちょっと待て、私はその値段を当てれば勝ちということ。行くぞ、
狂乱のトロイメライ小林。やめて、私に妙な二つ名をつけないで。ねえ、あれかい、あれかいって普通になった。あれ人が、はい、あれ、なんだい、何かい、何かい、伊藤式教務オリエは今回どちらにつくんだい。伊藤式オリエは私シロちゃんに会いたかったんです。あ、じゃあランティスにつくということで。ランティスにつきます。ランティスについていただくということで、はい、それではね、はい、じゃ頑張って小林負けないように頑張りたいと思います。それでは行ってみましょう。狂乱のトロイメライには負けない。知らんわ。負けねえぞ。行くぞ、はい、今日はこちら、何度も作れる、一度は飲んでみたかった、これぞ本物氷のビアジョッキでございます。ん、はい、うん、これはですね、憧れの氷のビアジョッキが自宅で作れちゃうよという、その素敵なものでございます。これ、あ、そうです、うん、本物の氷でビールが飲めるよっていう、あのジョッキを作れるんですよ。はい、すごい、はい、これね、綺麗なジョッキを作るのにもいろいろコツがあるみたいで、うん、透明感のある綺麗なジョッキを作るにはまず水を一度凍らせてから、うん、違う、沸騰させてからかな、あれ、うんうん、作るのがいいらしいです、うん、で、またミネラル分が高いミネラルウォーターよりも普通の水道水の方が綺麗で丈夫な仕上がりになったりする。へー、ね、でね、もちろんビール以外でも美味しくいただけるよって、ウイスキーとかもね、すごい、うんうん、ただジョッキだけどね、ジュースやウーロン茶などでノンアルコールな方でも OK ですと。氷自体は必ず水で作ってください、うんうん、氷なので時間経過により溶けてしまいます、うん、コクコクと溶けていくスリルをお楽しみください。溶ける時間の目安は10分前後です。あ、でも10分あればね、そうそう、飲み終わって、ね、暑い日は5分。そうね、うん、ね、受け皿が必要だね。そうだな、こういうやつが必要ですよね。なかなかね、飲めることってないじゃないですか。そうですね、でただジョッキの持ち手はプラスチックですけど。あ、なるほど、やっぱりコップだけ作ってもらって、うん、製氷容器がついてるんですけど、製氷容器なんですけども、そこに水を入れて凍らせてくださいっていうものですね。へー、あー、これです。そうです、あー、なるほどね。皆さん、うん、お二方のお手元にはそうなんですよ、ね、図があるんですけど、そう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 、ちょっとこう見えるかな、見えるかな、ちょっと遠いかな。氷のジョッキにビールを注げば、冷たいビールはさらにキンキン冷え冷え、最高の喉越しが最後の一口まで続きます。早く飲まなきゃジョッキ、早く飲まなきゃジョッキが溶けちゃう、スリル感も高まって、いつものビールも格別な味わいです。ドキドキしながら飲みたいかな。いいですね、パーティーやホームビアガーデンに最適な氷のビアジョッキをお楽しみください。ビールに限らずいろいろなお酒にチャレンジということですね。これでも夏に紹介した方が良かったんじゃね。あ、でもね、こういうの何気に何月発売とか結構あって、あ、でちょっとこれは見つからなかったの、今日初めて見つけました。なるほどね、はい、というわけで、はい、こんな感じでございます、うんうんうん、はい、はい、じゃあお値段いきますよ、はい、いいですか、はい、お値段1050円より上か下かドン。どうですか1050円、微妙、ちょっと作れないんじゃない、作れない、え、でもついてるのはこのプラスチックの部分とこれですよね。あと製氷機ですね、うん、中身を入れて、そう、まあ、簡単な作りではあるもんね。そうですね、そうか、あと、ね、使うのは水だけっていう、そうそうです、そうです、しかも水道水でいいって書いてあるから、このコーナー誰かいた方が盛り上がる。あ、本当にそう、なんだろう、まあ、あとはなんだろう、大きさ結構本当にちゃんとしたジョッキの大きさだったりとかするみたいなんで、へ、うん、えー、そうそうそう、このぐらいね、ね、だって ねジョッキですって言ってグラス来たら嫌じゃん。そうですね、確かに注げねえべみたいなので、ね、1050円、じゃあどうですか。微妙ですねこれね。微妙ですよね、1050円って微妙だよね。私も言ってから微妙だなって思った。それどっちでもなんじゃないと思ったけど、水道水だし、そうですね、いけそうな気もしますよね、うん、上か下かですかね。上か下かです。3桁でいけそう、いけそうじゃないですか。3桁でいっちゃう、いっちゃいますか。じゃあいいですよ、上か下か言ってもらって。下で、おめでとうございます。ただ聞いてください、はい、これそもそもの値段は1344円です。あ、安くなってってこと。安くなって800円。あ、これ微妙ですね。どう、ね、どういう判定になるんですか。あ、当たりです、で当たりないですか。私が買って、次回公演12月にプレゼンツということになります。あ、素晴らしいですね、はい、まあ、寒い中ですけど、もうまたくれジョッキの冬に、また、いやいやいや、待て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 、くれは
ボンモン、あ、正月とクリスマスがあったから、ね、みんなこれで飲めばいいわ。ボンはねえわ、ごめん。ボンは夏でございます。そうそうそう、あれまた私ランティスのキャラを忘れていたんだけど、あ、ランティスどこ行ったの。いい、あ、私は新たなる力を手に入れ、神となるのだ、ははっていうのを考えてたんだけども、もうランティスいないからいいよね。楽しすぎてどっか行っちゃった。はい、じゃあそんな感じでですね、はい、今回負けましたけど、あの、気持ちよくプレゼントさせていただきたいと思います。お願いします、はい、以上、ペテン社長小林でした。やった、えい。これ好きな人いそうだよね。これ私欲しいもん。いいですよね、これは。やったー、麦茶が飲みたい。みんな麦茶飲みたいですね、うん、みんな、みんな最近ね作りたい。最近私やっとこう壺をくすぐるものを持ってこれるようになってきたみたい。これ公園のお手伝いに行ってももらえるかな。無理、抽選には無理。あ、でも抽選、抽選、抽選には参加できる。参加できる。お手伝いでもできます、大丈夫だと思います。じゃあぜひお手伝いさせていただいて、チケット半券さえあれば。あ、そっかそっか、買わなきゃいけないね、チケットね。そうそう。いや大丈夫ですよ、ここ座ってくださいって言って1枚配ればいい。じゃあそれでよ、中野って書いておきます。中野って書いておきました。氷だよ、中2、中2、ランティス引かれてる。あ、ミヤさんだ、ミヤさんだ、ミヤさんだ、ミヤさん、パソコン設置間に合わなかった。あ、こっちに来たんだ、はい、いますよ。わーわー、昨日パーティーにいます。あ、マジっすか。ミヤさん、もう寒いから来年欲しい。のの、はいはい、ファンの方、リスナーの方です。ファンの方、はい、はい、わスマホです、スマホですって書いてある、うん、スマホで聞いてくださってる。おありがとうございます。はい、じゃあ次、はい、はい、お、おお、間に合ってる、すごい、素晴らしい、いい、さすがですね、すげえな、うん、今日調子いい感じ。シロペディア、あ、これやんないと。あ、入れます、大丈夫、正解音、正解音は87です。座長これ忙しいね、うん、あ、大丈夫だよ、私が入れたらいいのかな。あ、そうです、レモン、レモンちゃんを、あ、うまく開かないっていう、ちょっとごめんね。開いた、開いた、飲める量だけ。あ、ちょっと薄めの抹茶ラテだね。薄めです。じゃあそんなもんで。100円だからな。そんなもんだよね。ね、じゃあこれを、ね、これに、あの、これって一滴でどれぐらい出るんだろうね。あ、ギュ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 ってやってください。なかなか出ないんで。ギュギュギュって。あ、ギュジョバーっていう感じ。ギュジョバドバーって。ギュジョバーでいい。はい。ちょっとシロちゃん止まっ。いいですよ。大丈夫ですよ。シロちゃん止まっていいですか。大丈夫ですよ。大丈夫です。もう、あ、全部正解ですもん、ね、もうジョボジョボ入れちゃってください。あ、こういう ね、はい、ちょっと試しにとか、あ、ね、あ、ため混ぜるのあるよ、はい、あ、ほんとだ、怖い怖い、すごいな、これで混ぜて、あ、ありがとうございます、いただきます、はい、はい、というわけで大丈夫です、はい、了解です、はい、シロフーディオ、このコーナーはよろず屋の天然女優シロイチルコーナーです。今回は劇団、その天然談義は後で、はい、今回は劇団一撃必殺さんの公演、ガイズインワンダーランドにちなんで、はい、不思議の国のアリス問題、はい、間違えたら言わずもかな。今回の異物混入はゲストの中野さんにお願いしちゃいましょう。お願いします。今日はですね、はいはい、元の飲み物は、うん、抹茶ラテに、うん、いつものごとく、はい、レモン汁が投入されます。はい、はい、素敵ですね。それでは行ってみましょう。お願いします。はい、今回のお題はお約束のアリス、はい、第1番。実はアリス読んだことない。え、あれ、不思議の国のアリス、英語の現代はアリス・イン・ワンダーランドと思っている方が多いですが、違うんですか。実は違います。本当はアリス〇〇イン・ワンダーランドです。ではその〇〇に入る言葉は何。ポッケで、いいの、何回答えてもいいのに。あ、あ、そうなの。あ、じゃあ、もう無理や。アドベンチャーです。あ、現代は、ね、そうです、アリスアドベンチャーインワンダーランドです。そうです。
なの で、ね、本当は日本版でも不思議の国でのアリスの冒険が直訳になるのですが、はい、最近は英語版でもアリス・イン・ワンダーランドのタイトルが使われることが多いみたいです、うんはい、第2問3択問題、うんはい、もう一丁タイトルについての問題です、はい、この作品最初のタイトルは不思議の国ではありませんでした。では何の国、うん、1ハート悪夢の国、悪夢2悪夢、うん、2ハートの国、うん、3地底の国。ハートハート、あれ違うの、地底の国、地底の国のアリスの冒険が最初のタイトルだったそうです。落ちるんだよね、落ちる落ちる。この作品を加筆して出版したのが不思議の国のアリス。子供から大人まで大人気で速攻で売り切れたようですよ。すげえ、あやばい、正解してないやばい、あちょっとちょっと、第3問、はい、不思議の国のアリスの続編のタイトルは何、はい、鏡の国のアリス、やった、そこ知ってる、はい、その名の通り、ね、鏡の向こうで世界、鏡の向こうの世界でアリスが大冒険するお話です。図書館で見ました、一人遊びが上手なお嬢ちゃんだぜ、はい、書いてありますね。はい、第4問、うん、三択問題です、うん、シリーズ作品といえば前作キャラの登場ってテンション上がりますよね。上がりますね。では不思議の国のアリスに続いて鏡の国のアリスにも登場したキャラクターは次のうちどれ、はい、1塀の上の卵ハンプティダンプティ、2笑顔がチャームポイントチェシャ猫、3お茶会を開いた3月うさぎ、ポポポポン、チェシャ猫、チェシャ猫お茶会を開いた3月うさぎが正解です、ヒーヤという名前で再登場します。ちなみに3月うさぎは3月のうさぎのように気が狂っているという英語の慣用句を擬人化したものだそうです。これなんでか知ってる、知らない、あのなんだ、発情というか、あーあ、そういうあれなの、あでもあいつら2ヶ月にいっぺんぐらいな妊娠できる、ね、年がら年中発情してるけど、ふんふん言ってるんですけどね。はい、第5問、はい、昨年公開された映画昨年、昨年だっけ、昨年、あれ、あそうかな、結構前じゃね、まあいいや、アリス・イン・ワンダーランド、はい、うん、日本でも大人気、ジョニー・デップが演じたキャラクターは何でしょう。チョコレート工場のおじさん、作品が違います、答えは帽子屋またはマットハッターですね。実は帽子屋も鏡の国のアリスに再登場している、だって CM でいっぱい出てたじゃん、ね、再登場しているキャラです。ちなみに帽子屋マットハッターは帽子屋のように気が狂っているという英語の慣用語を擬人化したもの、またか、狂いまくりです、狂いまくりだな、うん、あの世界の人だったじゃん、狂いまくりです、狂いまくりです、狂ってないとね、ダメ出し来ちゃうから、そうね、そうねはい、はい、第6問、はい、あそういえば不思議の国のアリスの作者ってどちら様、うん、うんと、あったよねそんな人、あいらっしゃいますよ、あざ、アガサ・クリスティはさ、それさ推理小説書いた人でしょルイス・キャロルです、はい、これもペンネームまたはチャールズ・ラトウィッチ・ドジソンさん、これ本名です、ドジソンさん、はい、作家でもあり学者でもあり写真家でもあったドジソンさん、すげー、現存している写真作品のほとんどは女の子でかつヌードのものがたくさんあったことからロリコン説があったそうで、現在は否定する学者さんが多いみたいです。あというわけで何問正解したの、否定に必死ですね、はい、1問だけかな、1問しかピボピボ聞いてないような気がするんですね。じゃ あの5回後で入れましょう、あ5回入れます、いやいやいや丸ないよ、今初めて聞いたよ、はい、というわけでじゃあ白橋先生行ってみよう、はい、白橋先生出てきて、なんだい、なんだい何この、なんかリバーブみたいな、マスクやっぱり、あいいですか、あのアリスはウサギを追いかけて不思議の国に行ったんですけど、はい、そうですね、白パチ先生はどこへ行くんですか、白パチはですね、あの聞こえません、滑舌よくお願いします、白パチは、木の上に行きます、僕は木の上でねんねするのが大好きなので木の上でねんねします、決して先生にはなりません、というわけで今日で白パチ先生のコーナー終わりにしたいと思います。勝手に終わらせないでくださいあれあれもうネタ切れなんです、テフテフが、はい、それは神に聞いてください、はい、神のみの知るというわけで次、はい、お話しコーナーだよ、罰ゲーム的なのやるんだって、これ初めての人なのかな、あ、そうなんだ、
やった罰ゲーム的なのやります。いつも毎週やってます。やってます。あ、ね、これさ飲んだらあれだからこれ先読んでいいかな。あ、いいよ。あ、それでも読むこれどこで飲むんですか。でも私さ、うん、なんか喋れなくなっちゃうからやっぱ喋る。ああそう、うん、じゃあこれ5滴5絞り入れてください。5絞り入れていいんですか。やったー。5絞りドバドバなんか入れるらしいので、はい、結構キュッてやらないと。あ、なんか今ドバって出た、ドバって出たような。もっといけるね。3ちょっと4、ね、待って待って、なんか C とかがさ、私なんかね、待って5はね、ちょっと待って待って、最後なんか今5とパタパタパみたいな感じだった。私の予想ではもうちょっといくはずだったから、これでもいい。ちょっとね、私がやったらもっといったよ。あ、1回の分が5よりもちょっと多いくらいだ。もうちょっと出るかなと思ったら意外と出なかった。あっ、全問間違えたら10滴入れるって前テフテフのやつだ。1個だけよかったね。本当1個だけ、1個だけ図書館行ってよかった図書館行ってよかった捨ててよかった捨ててよかった。はい、じゃあ次枠もよろしくお願いします。よろしくお願いします。